アラクロン、坂口安吾。半年のうちに世相は変わった。四股の見立てと出立つ我は、大きみのへにこそしなめ帰り見わせじ。若者たちは花と散ったが、同じ彼らが生き残って闇屋となる。桃と瀬の 命願わじいつの日か、見立てとゆかん、君とちぎりて。けなげな心情で男を送った女たちも、半年の月日のうちに、不君の遺廃にのかづくことも、事務的になるばかりであろうし、やがて、新たな面影を胸に宿すのも、遠い日のことではない。人間が変わったのではない。人間は、元来そういうものであり、 変わったのは世相の上皮だけのことだ。昔、四十七子の除名を廃して処刑を断行した理由の一つは、彼らが生きながらえて生き恥をさらし、せっかくの名を汚す者が現れてはいけないという老婆心であったそうな。現代の法律にこんな人情は存在しない。けれども、人の心情には、 多分にこの傾向が残っており、美しいものを美しいままで終わらせたいということは、一般的な心情の一つのようだ。十数年前だかに、童貞処女のまま、愛の一生を終わらせようと、大磯のどこかで心中した学生と娘があったが、世人の同情は大きかったし、私自身も数年前に、私と極めて親しかったメイの一人が、 21の年に自殺したとき、美しいうちに死んでくれてよかったような気がした。一見清楚な娘であったが、壊れそうな危うさがあり、真っ逆さまに地獄へ落ちる不安を感じさせるところがあって、その一生を静止するに耐えないような気がしていたからであった。この戦争中、文子は未亡人の恋愛を書くことを禁じられていた。 戦争未亡人を挑発堕落させてはいけないという軍人政治家の魂胆で、彼女たちに死との余生を送らせようとうしていたのであろう。軍人たちの悪徳に対する理解力は敏感であって、彼らは女心の変わりやすさを知らなかったわけではなく、知りすぎていたので、こういう禁止項目を暗室に及んだまでであった。 一体が、日本の武人は古来不女子の心情を知らないと言われているが、これは悲壮の見解で、彼らの暗出した武士道という武骨千番な法則は、人間の弱点に対する防壁がその最大の意味であった。武士は、仇討ちのために草の根を分け、小敷となっても足跡を追いまくらねばならないというのであるが、真に復讐の情熱を持って、 仇の足跡を追い詰めた中心講師があったであろうか。彼らの知っていたのは仇打ちの法則と法則に規定された名誉だけで、元来日本人は最も増悪心の少ないまた永続しない国民であり、昨日の敵は今日の友という楽天性が実際の偽らぬ心情であろう。昨日の敵と妥協、稲。 簡単相照らすのは日常茶飯事であり、仇なるがゆえに、一層簡単相照らし、たちまち二君に使いたがるし、機能の敵にも使いたがる。生きて捕虜の恥を受けるべからず、というが、こういう規定がないと日本人を戦闘に借り立てるのは不可能なので、我々は規約に従順であるが、我々の偽らぬ心情は規約と逆なものである。 日本戦士は、武士道の戦士よりも、剣謀術数の戦士であり、歴史の証明に待つよりも、自我の本心を見つめることによって、歴史のからくりを知り得るであろう。今日の軍人政治家が未亡人の恋愛について執筆を禁じたごとく、イニシエの武人は、武士道によって、自らのまた、部下たちの弱点を抑える必要があった。 小林秀夫は政治家のタイプを独創を持たず、ただ管理し支配する人種と称しているが、必ずしもそうではないようだ。政治家の大多数は常にそうであるけれども、少数の天才は管理や支配の方法に独創を持ち、それが凡庸な政治家の規範となって、個々の時代、個々の政治を貫く一つの歴史の形で巨大な生き物の意志を示している。 政治の場合において、歴史は、孔を繋ぎ合わせたものではなく、孔を没入せしめた別個の巨大な生物となって誕生し、歴史の姿において、政治もまた巨大な独創を行っているのである。この戦争をやった者は誰であるか東条であり軍部であるかそうでもあるが、しかしまた、日本を貫く巨大な生物、歴史の、 抜き差しならぬ意志であったに相違ない。日本人は歴史の前ではただ運命に従順な子供であったに過ぎない。政治家によし独創はなくとも、政治は歴史の姿において独創を持ち、意欲を持ち、やむべからざる歩調を持って大会の波のごとくに歩いていく。何人が武士道を暗出したか。これもまた歴史の独創。 または嗅覚であったであろう。歴史は常に人間を嗅ぎ出している。そして武士道は人生や本能に対する禁止事項であるために非人間的、反人生的なものであるが、その人生や本能に対する洞察の結果である点においては全く人間的なものである。私は天皇制についても 極めて日本的な、従ってあるいは独創的な政治的作品を見るのである。天皇制は天皇によって生み出されたものではない。天皇は時に自ら陰謀を起こしたこともあるけれども、害して何もしておらず、その陰謀は常に成功の試しがなく、島流しとなったり、山奥へ逃げたり、そして、 結局常に政治的理由によってその存立を認められてきた。社会的に忘れた時にすら政治的に担ぎ出されてくるのであって、その存立の社会的理由は、いわば政治家たちの嗅覚によるもので、彼らは日本人の性癖を洞察し、その性癖の中に天皇性を発見していた。それは天皇家に限るものではない。変わり得るものならば、 公私家でも、釈家家でも、霊人家でも構わなかった。ただ、変わり得なかっただけである。少なくとも、日本の政治家たち、貴族や武士は、自己の永遠の流星、それは永遠ではなかったが、彼らは永遠を夢見たであろう、を約束する手段として、絶対君主の必要を嗅ぎつけていた。 平安時代の藤原氏は、天皇の擁立を自分勝手にやりながら、自分が天皇の会であるのを疑にもしなかったし、迷惑にも思っていなかった。天皇の存在によってご家騒動の処理をやり、弟は兄をやり込め、兄は父をやっつける。彼らは、本能的な実質主義者であり、自分の一生が楽しければよかったし、そのくせ、 長儀を盛大にして天皇を排河する奇妙な形式が大好きで満足していた。天皇を拝むことが自分自身の威厳を示し、また自ら威厳を感じる手段でもあったのである。我々にとっては実際馬鹿げたことだ。我々は安国神社の下を電車が曲がるたびに頭を下げさせられる馬鹿らしさには並行したが、 ある種の人々にとっては、そうすることによってしか自分を感じることができないので、我々は安国神社についてはその馬鹿らしさを笑うけれども、他の事柄について同じような馬鹿げたことを自分自身でやっている。そして自分の馬鹿らしさには気づかないだけのことだ。宮本武蔵は一条寺下り松の果市場城へ行く途中、八幡様の前を通りかかって、 思わず拝みかけて思いとどまったというが、我神仏を頼まずという彼の教訓は、この自らの性癖に発し、また向けられた開根深い言葉であり、我々は自発的には随分馬鹿げたものを拝み、ただそれを意識しないというだけのことだ。同学先生は教団でまず書物を押しいただくが、彼はそのことに、 異元と自分自身の存在すらも感じているのであろうそして我々も何かにつけて似たことをやっている日本人のごとく健忘術数をこととする国民には健忘術数のためにも大義名分のためにも天皇が必要で個々の政治家は必ずしもその必要を感じていなくとも歴史的な嗅覚において 彼らはその必要を感じるよりも、自らのいる現実を疑ることがなかったのだ。秀吉は呪クに行行を仰いで自ら正義に泣いていたが、自分の威厳をそれによって感じると同時に、宇宙の神をそこに見ていた。これは、秀吉の場合であって、他の政治家の場合ではないが、剣謀術数が、例えば悪魔の手段にしても、悪魔が幼児のごとくに神を拝むことも、 必ずしも不思議ではない。どのような矛盾もあり得るのである。要するに、天皇制というものも武士道と同種のもので、女心は変わりやすいから、節布は二布にまみえずという、禁止自体は非人間的、反人生的であるけれども、洞察の真理において人間的であることと同様に、天皇制自体は真理ではなく、 また、自然でもないが、そこに至る歴史的な発見や洞察において、軽々しく否定しがたい深刻的な意味を含んでおり、ただ表面的な真理や自然法則だけではありきれない。全く美しいものを美しいままで終わらせたいなどと願うことは、小さな人情で、私の名の場合にしたところで、自殺などせず生き抜き、そして地獄に落ちて、 暗黒の荒野をさまようことを願うべきであるかもしれぬ。現に私自身が自分に課した文学の道とはかかる荒野の流浪であるが、それにもかかわらず美しいものを美しいままで終わらせたいという小さな願いを消し去るわけにもゆかぬ。未完の美は美ではない。その当然落ちるべき地獄での遍歴に、 隣楽自体が美であり得る時に初めて美と呼び得るのかもしれないが、二十歳の諸女をわざわざ六十の老衆の姿の上で常に見つめなければならぬのか。これは私にはわからない。私は二十歳の美女を好む。死んでしまえば身も蓋もないというが、果たしてどういうものであろうか。敗戦して結局気の毒なのは、 戦没した英霊たちだという考え方も、私は素直に肯定することができない。けれども、六十過ぎた将軍たちが、なお生に連々として法廷に惹かれることを思うと、何が人生の魅力であるか、私には解目わからず、しかし、おそらく私自身も、もしも私が六十の将軍であったなら、やはり生に連々として、 法廷に惹かれるであろうと想像せざるを得ないので、私は生という機械な力にただ呆然たるばかりである。私は二十歳の美女を好むが、老将軍もまた二十歳の美女を好んでいるのか。そして戦没の英霊が気の毒なのも二十歳の美女を好む意味においてであるか。そのように姿の明確なものなら私は安心することもできるし、 そこから一途に二十歳の美女を追っかける信念すらも持ち得るのだが、生きることはもっとわけのわからぬものだ。